て、今日は普通に朝日ビールです。このね、オーストラリアの朝日って新鮮日本語で言うと新鮮でしたっけ、そこで作られています。だからまあなんか違うって言ってる人もいるんですけどね、私はちょっと違いよくわかんないんですよね。まあとりあえずもう飲みますね。皆さんよろしいですか、グラスのご用意は。はい、じゃあ準備が整ったところで、じゃあ乾杯しましょう。乾杯。ちょっと気持ちぬるいな。と、今日はね、なんか買ってもらいましたキムチ。私はなんですけど、オーストラリアで買うキムチの方がね、なんか美味しい気がするんですよね。もっと本格的な味というか、こう韓国で食べたキムチみたいな味。まあ別に見た目はね、特別なんか違うっていうのはないんですけど、味わいがね、濃さもちょうどいいし、薄すぎないし、ちょっと、あ、ご飯にのせちゃった。これ、こっちに盛るように皿持ってきたのに。なんで持ってきたの？まあいいや、ちょっと。この、ミョンガ。ゴールドコーストでね、作ってるみたいですね。ちょっと食べますね。いただきます。これちょっと、ご飯の上にのせちゃったんですけど。雑穀米なんですけど、これね、炊き込みご飯なんですよね。なんちゃってカオマンガイ、炊飯器で、まあ、鶏の胸肉で作ってる、まあ、カオマンガイとも言えないんですけど、カオマンガイ風味風みたいな炊飯器でね、作るカオマンガイっていうのが、まあ、レシピいろいろ出てくるんですけど、ほんとね、もう一緒に全部ぶち込んで炊き上げるレシピがあって、それをまあやりました。でね、まあ、私はね、炊飯器持ってなくて、今、まあ、お鍋で炊いてるんですけど、まあ、材料はね、普通にまあお米と、まあ、ネギ、生姜、まあ、鶏肉鶏もも肉だったり鶏胸肉だったりなんですけど、まあ、私は鶏胸肉の方が好きですかね。で、鶏胸肉と、まあ、味付けはね、みりん、酒みりん、醤油、あとはあれですよ、なんだっけ、ナンプラ、うん、そんな感じかな。で、一応ね、リークの頭、リークってネギのでっかいのの頭のところね、のでっかい緑のところを、まあ、蓋じゃないですけど、まあ、ちょっと炊き上げるときにね、ほんと、鶏肉の上にかぶせるような感じで一緒にこう、蒸してるんですよね。香りがよくつくんで。パクチーの根っこを入れてる人もいるみたいですね。まあ、それでも結構いい匂いがつくんじゃないでしょうか。ちょっとなんかね、お腹そんなに空いてなくって、まあ、ご飯だけは食べようかなって感じで、まあ、鶏肉はちょっと避けて冷蔵庫にしまってあって、それのご飯だけバージョンなんですけど、よくね、お弁当に入れてるんですよね。今日もそこでリーネコさんがゲームやってます。うん、おいしい。辛っ。このキムチほんと辛い。これって他の州でも売ってるんですかね。まあ、一応ゴールドコーストで作られてるから、まあ、クイーンズランドではまあ大体見ますけど、これ、まあ、上の方はちょっと分かんないですけどね、他のとこでも売ってるんですかね。ブリスベン近辺だけなのかな、まあ、どっちなのかちょっと分かんないですけど、まあ、シドニーはシドニーでまたなんかね、あるのかもしれないしね、ブランドがね。今日はね、この動画撮ってるのはね、イースターサンデーなんですよね。イースターサンデーって言う？イースターサンデーって言う？言う？って言うよね。言います。で、まだゲームやる？酒飲まない。もうだってもう何時間ゲームやってんの？お母さんに怒られる。乾杯するか。乾杯。久々の D 猫さんです。氷いらないの？いらないこれぬるいんじゃない？またあ、ぬるくない？足りる？大丈夫。アーモンド足りる？足りる。これディサロのコークです、今飲んでるの。ごめんね、キムチ臭いよね。いつもカメラに映るとこの静かレベルがこのぐらいになっちゃう。ね、なんか自分が日本語を喋ってるところを映像で見るのが嫌なんですって。
ね、まあ私も自分が英語で喋ってるところ映像で見るの嫌だから結構編集でカットしてるからね。まあずるいよね。自分の声聞きたくないし。あ、そうか。まあ自分の声聞きたくないよね。うん、もう私も慣れちゃったけど。でも私の英語もね、相当下手くそなんで、まあ、わかりますよ。うんって。何なんかオークワードだわ。オークワードの日本語何？オークワード。日本語の言葉。うん。わかんない。気まずい。気まずい。そう。うん。気まずい。気まずい。気まずい。オークワード。うん。今やってるゲームは何ですか？モンハン。モンハン。へえ、そうなんだって。モンハン。これどう、このウイスキーあんま好きじゃない？ウイスキーはあんまり好き。これとこれ試したでしょ、でも、うん、どうだった、うん、あ、別に今日もだって何時間ゲームやってるの。だってもうそこそこやってるよね、今日ね。7時間以上やってるよね。朝から晩まで。いや7時間なんてもんじゃないんじゃない。もう10時間以上やってるでしょ。だってもう12時間で出たね。なんかしないよ、ちゃんとポンポコ。でもディネコさんね、自転車買ったんだもんね。うん、そう、自転車で今通勤をしています。どうですか、自転車の調子は。買ってよかった。買ってよかった。あの電動アシストなんだよね。うん、あのブリスベンはちょっとあの坂が多いんですよね、意外とね。だからあの結構辛いよね、普通の自転車だとね。多分歩いてるだけで痩せる地域もある感じ、こうね、ヒルが、うん、結構カロリー消費してるような気がする。ない電動アシストで走るとどんな感じ。いや、アシストという全部働き全部アシストじゃなくてもう全力でもうむしろオートバイみたいな感じ。そうなんだ、すげえな。でも結構、あ、大丈夫？あ、虫がもう本当に買うの忘れちゃったね、殺虫剤。めっちゃあのシーリングファンとガがすごい戦ってる今。この月光を待ってる。あ、どこで月光は何と言ったの？ヤモリ。そうっすか。矢はお家を、お家、あ、はい、守る。ヤモリ。トカゲはリーザー。待って、どっちだっけ？ L だっけ？ R だっけ？リーザー。リーザー。あ、わかんないよ。頑張って。どっちだっけ？リーザー。あ、違う。あれ？リーザー。うん、リーザー。リーザー。L。あ、L だった？ L。あ、そっか、そういうのわかんないんだよね。リーザー。ちょっと今変だった。リーザー。え？リザ。リザ、うん。あのカタカナで覚えちゃうと、カタカナで覚えちゃうとダメだよね。あのワスプの時もそうだったもんね。ワスプ。ね。W A S P でワスプ。あのカタカナ語でもワスプってあるじゃないですか。私はもうそれで発音すると思って、まあ、D猫さんに。ちょっとワスプいたんだよ、ワスプ、ちょっとワスプのネストがあったんだよみたいな話をして、ワスプだからワスプだよ、ワスプとか言って、ワスプもうみたいな。で、私もなんか、なんでこいつわかんねえんだよみたいな感じで、こっちが合ってても向こうがただ単にその単語を知らないという時があって、まあ、そうなのかなと思って、なんでこいつワスプ知らねえんだよぐらい思って。で、あの、だから、その綴り何って、どうやって綴るのって言ったから、 WASP だよって言ったら、 WASP かってあったよね。もっと酒飲むか。飲め飲め。まあ、飲め飲め。トトトトトトト。おう、日本人は建前と、ほら、本音と建前ね。まあ、私もかなり本音と建前だもんね。考えてみたらよ、ほら、そのほらストーカーのちょっとね、言ったつもりというか、その、うん、距離を取ってるつもりではいたけど、やっぱりその日本人的な距離の取り方と、そのオーストラリア人の欧米人の距離の取り方っていうのはまた
違うのかって会社で普通に働いてるし、おじいたちとだからもうできてるもんだと思ってたけど、うん、それでもまだまだできてなかったのかなっていうちょっと反省日本人は教えに聞いてもっと本音出すと思う、うん、例えばどんなことがあった、うん、なんか、うん、そんな感じ気がした。友達教えてやって友達日本人でやって、うん、もう一回日本人であった、うん、なんか話し方は違くなる、うんうん、もっと建前になる、うん、日本に行くと、うん、へえ、もっと丁寧になる。あーどうかな、どうなんだろうねそれ。へえ、西もなんか、うん、今日は元気もありった、うん、この店員の話し方と、うん、ブリーズの話し方は違うでしょ、うん、だってウーリーズの人は英語じゃん。うん、でも違う感じ。ああ、もうちょっとこうポライトな感じ。うん、元気マートは、うん、もっと丁寧。まあだって、いやそれ建前とかじゃないじゃん。だってなんか日本人のそんなに近くない人と喋る時の、うん、そのフィルム幕、うん、とそのまあオーストラリア人っていうか欧米人の全然知らない人と話す時の膜みたいな、そのなんか厚さ薄さ厚さはなんかちょっと違うかもしれないよね。うん、そう言われてみるとね。でもあの言葉、そうね、言葉遣いのその感覚が違うもんね。うん、なんか元気みたいな感じで言えないからね最近どうみたいなないよ、元気マートとかでね、あの社長お最近どうとか言えないよ、言えないよ、うん、まあ、ちょろっと世間話はするけどね、世間話あの just normal conversation ね、どうですか最近とか、やっぱコロナって大変ですよねみたいな、まあ、今日は言ってないけど、まあ、でもそういう話もさ、暑いですねとか、うん、そういう感じよ日本。 D 猫さんは東京の人は冷たいと思ったから、大阪と東京比べて大阪の方がこう何フレンディー、うん、フレンディー、まあそうだと思ったから大阪を選んだんだよね、留学先はね、うん、ちょっと納得いかないんですけど東京の人間としてはそんなことねえよとか思うんだけど、東京の人が冷たいわけじゃないんだよなって言いたい私は。あ、だって東京にはほらもっと忙しそう、忙しそう、あの心に余裕がない人は確かにいるかもしれない。だけどあのほら東京っていろんなところからも全国各地からさ人が集まってるから、それこそもっと本当に大阪からも来てるしね東京にね。だからなんか言い訳がましくて嫌なんだけど、でも東京の人はそんなことないと思うけどなってみんな東京の人は思ってる、うん、東京人は、うん、大阪人は嫌い。なんで？あ、東京の人が大阪の人嫌い？私たちは東京の人は大阪は大丈夫でしょ？別に大阪のこと別に全然嫌ってないし、でも向こうが私たちのこと嫌ってるって思ってる。なんか結構大阪人はそう逆にねそう思ってるってなんかそうなんだ。別に敵対心とかないし私はね。うん。えってなることは大阪みたいな全然ないですね私はね、うん、むしろ大阪の友達普通にいるし、大阪？住みたくないです住みたくないですごめんなさい、うん、私はまだ東京の方がなぜ？いやいいありがとうございましたいろいろまあゲームやりたかったらゲーム戻ってもいいですし、はい、そういうわけで戻るそうですゲームにリネコさんにお話をいろいろ伺いました。はい、はい、ありがとう